皆さんこんにちは、水原です。藤尾です。アンデクロックです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今日はね、ボロ付き合いないんですけど、恒例のトーク企画カードを引いてやっていきましょう。まあ、また3つぐらいね、ポンって話せればいいかなと思いますけど、やっていきましょう。はい、どうぞ。でん本当のような嘘の話。嘘だ。わかりやすく言うと、嘘つけっていうことですね。なるほどね。まあまあ、まあ、これはね、僕の中学校の時の話なんですけど、僕中学校の頃、ガーゼ君は知ってると思うんですけど、あんまり僕そういうの話すのあんま好きじゃないんですけど、ちょっと荒れてまして、僕らの時代はまだその、ヤンキー文化が残ってたんですよ。はいはいはい。で、僕らのとこって進学校なんです。要は中高一貫、もう坊ちゃん、嬢ちゃんが来るようなところで、まあその近隣の、その三重県って、そのなんていうやろな、流行がだいぶ遅れてるんですよ。そうね、遅れてるけど流行るんですよ、それは。で、僕らの頃にボンタンみたいな、わかる？ちょっとビーバップ的な、そのヤンキーがいるじゃないですか、が履いてるようなボンタンがヤンキー族の中で流行りまして、はい、で、そのヤンキー族のやつらアホやから、うん、俺らを下に見るわけですよ、うん、真面目ちゃんやと、うん、まあ我らのところはもうビシッと来て、ピシッと、もう腰、もう本当の腰パンですよ、はい、腰パンってあれ嘘やから、ケツパンやからね。そう、ズボンは腰で履くもん。そうだね、うん、本当の意味では腰パンの連中がこうピシッともうネクタイキュッて締めて、うんるような学生たちのところだから、すごい舐められるんですよ、うん、で、そのヤンキーどもがこんなしょぼいその坊ちゃん、嬢ちゃんなんか怖くないと、集団で20〜30人わーって攻めてきましたよ。で、おらやみたいな、で、番長出てこいみたいな感じのこと。番長と言わへんの、あほや、あほやからっていうか、その時代番長は不利って分かってたから、あいつら頭呼んでこいみたいな。そうそう、頭呼んでこいみたいな。で、頭誰やねんってなるわけです。その時、頭的な存在が僕なんです。ああ、なるほどね。坊ちゃん、嬢ちゃんの中で唯一荒れてたから。ああ、はいはい。で、唯一荒れてたから。で、頭誰やっつって、やばいぞ、やばいぞってなって、アザル呼べみたいな感じになったんですよ。で、アザル呼べって言って僕呼ばれた。まあ、僕も血気盛んですから、はい、もう20〜30人ぐらいなんやった、はい、バーって行きましたよ。バーッと行って、20〜30人相手になんじゃこらみたいな感じで行って、20〜30人と喧嘩をして、うん、まあ結果、まあ、やっぱ20〜30人には勝てませんでしたよ、やっぱり。やけど、5人ぐらい倒して、うん、5人倒してったっていうところに、その20〜30人が、うん、まあまあ、15人ぐらいになってますよ、5人倒してください。そうだね、5人倒してれば15人ぐらいが、うん、こいつすげえと。お前やるなと、はい、で、お前仲間入れよ、誘い受けて、僕はもうそのまんま悪の道にそいつらを束ねて悪の道に行って、まあ退学したよと。なるほどね。そういう過去が過去があったっていうですね。あるね。そういう話5人倒したはマジ5人倒したわ。え、嘘。一人も倒せない。というか、20〜30人攻めてきてない。もう、もうすでにそっから、もう20〜30人攻めてきてないし、うちの高校が坊ちゃん、嬢ちゃんばっかりやってるのも嘘。あ、そこもね。そんなに賢くはない。こういう子、ちゃんとピシッと入ってたのは、ピシッと入ってない。本当なのは僕とガーゼ君が同じ中古に行ったっていうそこだけ、そこで終わってる。あ、そこだけね。そっか、全部嘘。あー、なるほどね。はい。そういうの、こんな長々と嘘話すものの5秒ぐらいある。なんか今ちゃんこないだね、こないだの話、おさすがにもうあかんなと思って、お今のままじゃ、おバイトだけでもやろうと思って。なるほどね。面接を受けに行ったんですよ。そしたらね、まあ志望動機とか、はい、こうどれぐらい距離離れてるかとかね、何できますみたいな話とかね、いろいろしてたんですけど、うん、なんか時々話がすれ違うというか、噛み合わないなというのがありまして、
で、なんかよくよくあの書類を見てみると途中入社社員って書いてあって、おお、俺年齢のせいで社員の面接受けに行ったと思われてたって、ああ、ただバイトやのに、ああ終わりこれはどっからが嘘このままじゃあかんだと思っていないないねこれはこれは本当だと思ってそこだけは本当だと思ってね、こんなんならね、うん、なんならね、いやむしろまあ働いてるっていい、働いててほしいよな、そうだね、むしろなあ、俺はねちょっとね YouTube の企画とか考えて、うん、編集用のね音源とか探したりとか、うん、あのデータ送られてきたやつを俺が編集とかしてて、うちいるかっていうさ、うん、そいつ膝に乗っけながらさ、あの編集してたのさ、その犬の、あのご飯の時間5時半なんだ、5時25分ぐらいビクッてなってさ、バーンって俺の膝からバーンって取り火降りた時にさ、パソコン蹴られてさ、うん、データ全部吹き飛んだっていう話なんだけど、まあ嘘やな、全部全部もうこれはあのあれ嘘とかって、もうお前らなんかやれやたまにはよお前らよあ、でもあれよ、あの膝に乗っけてパソコン眺めてたら本当だよ、うん、いやそれはもうさ、見ないやろ検索してたからね、お前らは、うん、企画も編集も金も出さんは最悪一人来てもいないからなやれや遠い遠い、たまにはまあ嘘のような本当の話、まあこれは俺はね、あのこんなん話せって言ったら2、3時間喋れますけどじゃあ次行きましょうか、じゃあ次行きましょうか、ようわからんじゃん、淡い初恋の話、ロードも何年前やねん、でも初恋の話はだってもうみんな思いつくからな、ね、それしてるんやから、3年ぐらいしたら Facebook に子供抱いてる写真写ってて、えっってことは23ぐらいだよ、そうだね、田舎は早いからね、田舎は早いからね、はい、うん、俺の時あれね18歳であの3歳の子供抱いてる法に触れるな、法に触れてるやんもう田舎怖いから、いやでもね淡いよね、淡い、いやうん、まあ最後まで淡さはなくなったよ、やばいもうすごい色濃いがすごい、あじゃあガゼ君行こうか、言えやもう一回聞こう、もう一回聞かせてよ、小学校4年生かな、5年生かな、早いねやっぱみんな、うん、そのぐらいね、そう誰松本さんですよ、うん、知らんわ松本さんですよご存知のみたいな感じ、かわいいと綺麗をこう両立してるタイプ、小5で、小5でやばいやん、で結構こう気さくに男にも話しかけて遊んでくれるタイプの、あ、忘れ、そういうタイプじゃねえんだよすんげえベランメイク調で言ってる思い出を怪我すんじゃねえ、ね、あの机がこう隣同士になったりとか、うん、給食の時ねこう机を向かい合わせにしたりするんですけど、ちょうどそこでね、あったりとかしてね、こう足チュンチュンってやったり、ね、そういう淡いちょっとした遊びをしたりハワハワ言いながら見るやろそうやってね、ちょっと遊んでたっていうだけの話なんですけどね、終わり、え、いや、どこから告白したとか別にないですよ、まあ、淡いしな、再会とかもないですよ、再会とか別に特にね、うん、まあ淡いっていうと、まあそんなもんですよ、まあ僕もまあ似たようなもんですし、やっぱ小学校ですよ、僕いくつかな、小学校でも結構早いよ、僕は小2ぐらいだったと思うんですけど、要は兄弟がいるから、うん、まあまあみんな見るんやけど、うん、兄弟がいて、で兄貴の友達の妹で年は一緒で、兄貴が遊ぶから俺らも遊ぶみたいな感じで遊ぶんですよ、幼馴染ってやつですか、そうそうそう、まあまあ幼馴染というにはちょっと小学校からはどうなんやっていう話もあるんやけど、6年間というか6年まで交流はあったんですよ、うん、でバレンタインは毎年くれるし、うん、でお返しするし、うん、家に行って2人で遊ぶしっていうような関係、まあ付き合うとかは小学生やから違うけど、2人で遊ぶぐらいの家で遊ぶ、どっちの家に行って遊ぶみたいなような仲やったんですよ、うん、でまあ中学校、まあそこまで行ったらやっぱり中学校はさ、うん、中学高校で発展するって思うなるかなって思うけど、いかんせん俺中学校私立に行っちゃったからさ、あ、同じこんなんとでやってしまうよっていう
ところに行ってしまって、中学高校の遠距離なんてありえへんからさ、そっから全く会わなくなって、まあ大人になってそう地元は一緒やから再会するんですよ。で小学校の時、まあ小学校の時は体格も同じぐらいやったんですけど、まあ20いくつかな、22、23かなぐらいで再会して、その子を見た時に、その子身長180cmあったんですよ。すげえ、と思って、でガキン頃やから一緒やん、やっぱその時は俺の方がでかくて女の子って感じで見たんやけど、久々に180見たらしずちゃんやん。もう恋とかいうレベルじゃなくなってた。それで155とかやったらワンチャンあったかもしれんけど、180はちょっとないわ。さすがにちょっと高いぐらいやったら俺も全然気にせえへんねんけど、180やね、俺も良かったの。いやいや和田アキ子みたい。俺ぶら下がれちゃうから。淡いっていうか、まあだからその衝撃で全てが淡くなってしまったね。そうだね、中学の時のやつが。もうビビッドカラーが来てしまった。全てパステルカラーです。そうだな、あの金は鳴らせないわ。鳴らせないね、鳴っても困るし。はい、ということで、はい、次行きますか。フリートーク。フリートーク。ここに来てんですか。必ず〇〇の話とタイトルを言ってから話し始めること。うわぁ、俺これ引きたくなかったやつや。あぁ、なるほどね。なんだこれ、めっちゃ難しいことを言うな。ジョーカーだしね。何する？俺はね、だってこれみんなそれぞれのフリートークでいいでしょ。そうやな、でもここにないっぽいやつにしようや。あぁ、なるほどね。だから怖い話とか許せない話とか大好きなとか笑ったとかはなしにしよう。じゃあ俺満員電車についての話しよう。あごめん、俺ら分からへんわ。本当に。だから何度も言うけど、そのわてらはほんまに移動するとき車使うからさ。え、でもね、ちょっと混んでる電車とか乗らない？ちょっとも混んでない。ちょっとは混んでるよ。でも俺ら電車通学やったけど混み合ったことない、座れへんかったことないもんな。電車の中でさ、イチャついてるカップルとかいねえわ。いない。すぐ分かるもん。ないのか。だってレベルで考えてごらん、あの東京とかでイチャついてたら、なんやねんってなるやん、知らんやつらが。そうなるのよ。俺らのようなところでイチャついてたら誰だれってなる。無理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 。あ、そうだ。地元で手もつなげへん。そうか。じゃあこれはやめよう。何々の話で切れるやつにしよう。何しようか。あ、あれにしようや。車の中で言ってたさ、県民だから分かる話。ああ。やっぱその県民にしか分からんことって。ああ、県民賞をやるとか。そう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 。県民の話にしよう。県民の話、ね。県民の話。最近の埼玉県民は飛んで埼玉疲れしてるというか、埼玉県生まれですみたいな話をすると、ま、飛んで埼玉ね。で必ずついてくるんだ。あー、なんでもそれは鬱陶しいな。それわかるわ。それわかる、それわかる。もう多分埼玉県民みんなわかるんじゃないかな。それわかる、それわかる。もう今までに最低でも5回はみんな言われてるはずなんです。埼玉県民です。あ、だす、あ、飛んで埼玉ねとか、飛んで埼玉ねですねっていう言葉が後ろに必ずついて帰ってくるのが、もう多分もうみんな疲れてるはずなんだよ。わかる。それはめっちゃわかるわ。それ埼玉県民あるあるやつ。多分ね、もう最近のだと思う、これは。最近の埼玉県民あるあるだと思うんですよ、これ。いや、これは話ずれるけど、うん、まあそういうトークにもしちゃおう。もう県民の話じゃないもん。そういうあるある、特殊あるあるにしよう。特殊あるある話で、俺、まあまあ司法試験受かって弁護士やってるけど、うん、司法受験生あるあるというか、まあ弁護士になってからもそうなんやけど、まあ例えばその、弁護士目指してます、うん、ってなったら、あ、じゃあリーガルハイみたいになるんや。あー、なるほどね。で、俺はどっちかっていうと検察官志望になる。検察、あ、志望やったら検察官になりたい。検察官目指してるんですってなったら、あ、ヒーロー。ヒーローやね。はいはいはい。って言われるのがもう鬱陶しい、ね、いや、俺別にそのドラマを目指してやってるわけじゃないから、もっとその上で目指してんねん。そんな見張れ目指してんの受からへんから。そんな甘いもんじゃないねん。そうだね。めっちゃいいだから俺もう毎回言われんねん、それ。毎回言われる
ね。でリーガルハイみたいなこと実際にやったら法廷から退廷させられる。出て行きなさい、出て行きなさい。勘違いしすぎなんやって。で逆転裁判とかもあるやん。ああそうね、まあ俺も好きでやるんやけど、じゃあ異議ありって言うんやみたいな。異議ありとは言うよ。異議ありとは言うよ、言うよ、言うよね、言うわそりゃ。でもそんな矛盾をついたりはとかせえへんねん。矛盾をつくんじゃない、矛盾をつくんじゃない、矛盾なんかその書面でつくから。ああそもそも、そもそもの異議ありっていうのは質問が不適切やったりとかするときに言うねん。ああ要は誘導尋問があったりとか、はい、決めつけで喋ってたりとかっていうときに異議ありと、決めつけです、異議あり誘導ですっていうのを異議ありっていう。別にその勝利をいじめへんから、勝利今の発言はみたいなのないから。もうこれはほんまにイライラする。これはほんまにいけないわ。足はこの変なゴーグルつけてさ、足跡発見したいとか、こんなもん証拠として探されへんわ。これはもうほんまにそれ、うん、こちらが話していくな、もうあるあるの話。そうね、特殊あるある、特殊あるある、くなちゃんはニートあるある、あるんじゃない、ニートあるある、ニートあるある、お肉あるあるもあるでしょ。ニートしててここ腹立つね。いや、ニートしてるのがまた腹立つ。ニートあるある、いいじゃん、生きてるんだから一生懸命。ニートっていうだけで引きこもりやと思ってる人が多い、うん、あー分かる。いや俺もそれほど、俺ほぼ毎日家は出て買い物とか行ってるし。引きこもりじゃねえ。はい、ということで、ここからトーク、以上になりますけども、まあニートだろうが引きこもりだろうが、まあどっちにしても働けよと思った人は高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。本日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。